ケンティティグッズ全部買うということになりますね。ありがとうございます。テテテテテポテです。ジモチです。よろしくお願いしますということで、いいね、はい、テンポ良かったけどね。いいね、伝ってるか分かんないけど。そうだね。ポテです、土持ちですってことだもんね。そういうことよ、完全に。今日は何の日？今日はグッズということで、これね、第1弾の方は大阪までね、うん、車を走らせ、そうね、盗んだバイクを走らせ、15の夜だったな、あの時は。そうそうそう、だったんですけど、さすがにちょっともう2回も行けないと、大阪、東京までは。その時期は卒業して。卒業したと。うん。ね？で、キシムベッドの中で、それ優しさを。シャランキューになってる、急に。尾崎からシャランになってる。尾崎ですよ。そうでしたっけ？尾崎ですよ。キシムベッドの上で、優しさを持ち寄り。これシャランキューじゃないよ。尾崎ですよ。これ尾崎なんや。豊かです。豊かなのこれ。豊かです。豊かだったんや。シャランキューなんなんだよ、これ。何のことなのこれ。お腹から触ろっかな。オノガラス、割って回ろうかな。え、夜の校舎？夜の校舎。マジ？お15の夜やな、お前。はい、ということで、今日ね、うん、なので、うん、ひたすら今から携帯でグッズを買うっていう動画、斬新でしょ？斬新やな。斬新なのよ。グッズを僕のクレジットカードの、うん、みんな全員買えないから、うん、一人のクレジットカードで来月のみんなに託すってことでしょ？そうよ。来月の働きに、そう、初収益とかに頑張ろう、頑張ろう、来月頑張ろう。あの、これワンチャン全部買うシリーズ最後かもしれません。本当にね、これ感動の結末、ラストなんですけど、ラストよ。まあなんでかって言ったら、うん、金ないです、そんなに。来月に高くなる。たまに金ないって言ってる割には買ってますよねみたいな、うん、逆です逆です、買ってるから金ないんです。これ頭買わなかったら全然別に普通に暮らせるんですよ。頭柔らかくしてください、これ。買ってるからだって。第1弾も全種買って、缶バッジもいっぱい買って、うん、第2弾も買って、 CD も買って、 CD も買って、もう雑誌も買って、もう金ないよ。よろしくお願いします。本当にということで、はい、もしね、今このまゆかちゃん、うん、いるでしょ、まゆかちゃん、うん、かわいいって思った方、かわいいいましたら、はい、チャンネル登録、高評価お願いします。顔全人類や。ほら、まゆかちゃんも頭下げてる。まゆかちゃんが頭下げてる。まゆかちゃんが頭下げませんぞ。すいません。お願いします。もっともっと光るよ。はい、ということでね、この生写真が出たということで、はい、グッズのね、今までは絵とかしかなかったんですけど、写真があるということで、ちょっとそこまでね、たどり着きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ということで見ていきましょう。はい、これがね、マンツーマンってやつね。ディフェンスかな。ディフェンスだね、サッカーでいう。はい、それで同じです、はい、マンツーマンっていうトレーナーかな、ガチはガチはトレーナー、トレーナースウェットロンティーみたいな、セーター的な的な、これ分かんないね。でもこれこっちが前面で、あの左胸にね、このキューブのロゴがあると。20-20してないね。20-20してない。でも実は20。そうね、全然20っていう、あったかそう。あ、でこれちょ、はい、すいません、話変えていいですか。はい、ポーテ君、話変えていいですか。ポーテ君どうぞ。これ雪の結晶に見えてキューブなんですよ、これ、うん、雪の結晶に見えてキューブなんですよ、これ、はい、はい、以上です。ということで、次、はい、これルームシューズね、これ最近ね、冷えてきたでしょ、うん、これ足にスポスポって入れて、あったまろうよ、これで。スポスポスポライってことそれ違うから。それあの、アイキャンストップになってるから、トワイスさんの。はい、すいません。すいません、すいません。これで、あやかもね、買うのかな、これ。あやかとお揃いになるだろうね。あやかとお揃いになる。これでもね、履くとね、臭くなっちゃうじゃん。自分の足により。そうね。飾りたいってのもある、正直。で、これポストカード。これどうする、これ。どれ買う、これ買って。で、可愛かったやつ買うか。うん。可愛かったやつ買おう。可愛かった。じゃあ、まず右から見ていくね。はい。これ、あやかはもちろん可愛い。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 ひなは可愛い。かわいい、うん、かわいいかわいい、買う買う。じゃあ、りくん、これちょっと好きだけど、これ好きがかわいいね。かわいい、うん、買いましょう。じゃあみーひはもちろん買う、かわいい、かわいい、うん、で、まやはその当たり前じゃん、かわいい。りまはこれ美人かわいい、美人かわいい、かわいい、じゃあ買いましょう。で、りおはかわいい、ひょっこり話しちゃって、ひょっこりよ、ひょっこりよ、ひょっこりよ、ひょっこりを買いましょう。で、まこはそれはもう買う、圧倒的かわいい。で、まゆかはまゆか当たり前かわいい、かわいいですか、ほんとかわいいですか、かわいい、俺も見ていいですか、うん、買いましょう。え、これで何、え、だから9種買うってことかな。あ、全部、うん、あ、全部買わなかった、うん、全部買わなかった、本当に。じゃあ買うか、可愛いもんな、そうやな、それ買うしかないよ。で、これランチョンマットね、うん、ランチョンマット、その上でなんか料理とか食べるのかな。そうだな、そうそうそう、まあ、こぼさないようにね、しましょうね、それは。そうですね、撮影の時とかにこう引くだけでもね、入るんじゃない。
絶対そうじゃん、絶対そうじゃん。ここに引いとけばいいじゃん。引くだけで入るからね。え、絶対そう、絶対そう。指さすなよ。絶対そうじゃん。指さすなよ。で、これペンケースね。俺最近ペンケース欲しいなと思ってたんですよ。ちょうど。で、特に白かったらいいなと思って。でもあんまり派手派手してないやつ。白いくて結構、まあでも細長い系がいいかな。あんまりごっつくてもダメだから。それ。え？絶対そうじゃん。これ。絶対そうじゃん。これじゃん。なに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 ？これじゃん。ここにあるけどね、確かに。これじゃん。これだよ。これ、ここかな？どうなんだろうね。意外と低かったよ、これ確か。確かに、これか。この辺か。絶対、もう要望通りやん。え、じゃあこれ、それじゃん。絶対こうじゃん。刺すなよ。で、これね、これメモパッドね、うん、これメモしたかったんですよ、最近。確かにね。特にメモしたいな、メモしたいなってうずうずしてて。あ、でも学校とかで勉強してる時にちょうど使えるやん、はい、確かに。学校ノートいらないもんね、メモあればいいもんね。刺せよ、指。刺せよ。え、何が？どういう、刺せ、やだって言ってたのって。人がやんことやんないよ、俺そんな。刺す、お前が刺せ、刺すなって言ったから刺してないよ。冬のそういうの痛いよな。冬のそういうの痛いよな。泣くなって泣くなって顔赤くなって、痛すぎて顔赤くなってんじゃん、ね、中学校の卒業ぶりに泣いたマジで。行ってして全然泣かんもんなお前。え、何で、そういうこと。これ全部かな確か。え、じゃあ何、どえ、これもしかして、テンティテグッズ全部買う。ちょっとなりますね。本当にこれ多分もう全部買うシリーズ最後にしましょうよ。うん、あのその時までにもう大金持ちになってればいいんだけど。そうね。なってないと思うので。そう、期待しないでください。逆に期待してもらっても嬉しいけどね。そうだね。こいつら大物になると。確かに確かに。なるかな。やりたいね。やりたいですね。うん、ということで。じゃあ買っていきますか。はい、買っていきましょう。ブーン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 。はい、買いました。買いました、今。急にびっくりした。買いましたね。今、早送りした、全部。早送りじゃないでしょ。早送りじゃないでしょ。はい、買ったでしょ、絶対。買いました、今。こうやってね、はい、ちゃんとカートに入れて買いました。本当に買いましたよ。またこれね、届いたら、商品紹介しようかな。まあでも、まあ、ポップアップ行った人がもうね、紹介してると思うんですけど、うん、まあ、僕らが面白、おかしく、バカみたいに、バカみたいにね、商品紹介してること思うので、あとね、前回の改善点を生かしてね、確かに、ね。ご指摘いただいた、なんかあったっけ、前回。質感が分かりづらいみたいな。え、だから、なんかやらなかったっけ、あ、それか CD か。それ CD やったから。確かに確かに。グッズでね、生かしていきたいよね。生かしていきたい。うん、そういうね、アドバイス、ご指摘生かして、もう、質感が分かりやすかったり。うん、ね、あのもっとアップだったりね、サイズ感だったりも、そう、全てもうきめ細やかに、きめ細やかにやりたい、やりたいです、思いますということで、楽しみにね、ハードル上げてお待ちくださいということで、やめてください。はい、はい、ありがとうございました。はい。